藤原忠平。藤原の忠平は、平安時代前期から中期にかけての苦行。藤原元常の四男。兄、時平の創生後に調整を司り、縁起の地と呼ばれる政治改革を行った。朱雀天皇の時に、摂政を、ついで関白に任じられる。以後、村上天皇の初期まで長く政権の座にあった。兄、 時平と対立した菅原道真とは信仰を持っていたとされる。平野正門は、忠平の家人として仕えていた時期もあった。官平年間、889年から898年に、生後石下二女子、自重に任じられ、貧乏コンモリを兼ねる。正体三年、九百年三義に任じられるが、創生して、叔父、清常と変わり、自らは、 右大弁となる。縁起八年に三義に官任。右大弁は、元のご年の後、東宮大部、佐兵忠を兼ね、ケビー氏別当におぎないされ、ついで十三味に女子、県中名言に任じられ、倉人別当におぎないされ、右この絵大将を兼ねる。歌天皇の時代は、官兵の地と呼ばれ、石棺を置かずに天皇が申請をし、長兄、時平と、学者、 菅原道真らが政治を主導した。官平九年、八百九十七年に、歌天皇が上位して、第五天皇が即位すると、時平は左大臣、道真は右大臣に並んで調整を取ったが、やがて清掃が起き道真は失脚する、正体の変。時平が政権を握り、諸改革に着手するが、縁起九年、九百九年、時平は三十九歳で創生した。 時系、中平を差し置いて、忠平が、富士市長者として、着家を継ぐ。以後、第五天皇の下で出世を重ね、大納言に転じ、左この絵大将を兼ねる。縁起十四年、九百十四年右大臣を廃した。延長二年、九百二十四年正二位に助し、左大臣となる。延長五年、九百二十七年、時平の偉業を継いで、縁起格式を完成させた。 農政党に関する忠平らの政策は、兄、時平らの言った国政改革と合わせ、演技の地と呼ばれる。延長八年、九百三十年九月二十二日に、第五天皇は病が厚いため、須作天皇に上位した。同時に、元常の没後は長く摂政関白が置かれなかったが、神経が幼少であるため摂政に認じられた。九月十六日、須作天皇が、 第五上皇のいる霊慶伝を訪ねた際、上皇は天皇を貴重の中に呼び入れ、五つのことを遺言した。その中で、左大臣、藤原忠平の君を聞くことと話した、演技ご一会。上平二年、九百三十二年十一位に除せられる。上平六年、九百三十六年大上大臣に、上り、天行二年、九百三十九年純三皇となる。 天行四年、九百四十一年、須作天皇が元服したため摂政を辞すが、御事の乗りして引き続き満期を委ねられ、関白に任じられた。記録上、摂政が退いた後に引き続き関白に任命された、ことが確認できる、最初の例である。この間かつての県人、平野正門と縁石である、藤原住友による、上平天行の乱が起きたが、いずれも、 最終的には鎮圧された。天行9年、946年、村上天皇が即位すると引き続き関白として調整を取った。この頃には、老齢して、病がちになり、しばしば自死引退を願うが、その都度遺留されている。天略3年、949年、病がいよいよ重くなり、死去した。去年70、小一位が追贈され、 帝信仰と送りなされた。質、源淳子は、歌天皇の御子で、菅原の君と称されており、歌天皇女吾であった、菅原道真女、菅原博士氏所聖とも推定されている、実父母について、異説あり。このために、歌天皇や道真と対立していた、長兄、時平からは疎んじられていたという説がある。逆に、兄、時平や共に、 道真を陥れた玄光が亡くなり、醍醐天皇が病気がちとなり、天皇の父である宇田法王が再び国政に関与するようになると、忠平は法王の相談役として急速な出世を遂げたという。実際に、時平や玄光の死により、早くも三十五歳にして、進化最高位となり、死去するまで三十五年間その地位を維持したことで、忠平とその子孫は時平に代わって、 着流となり、石棺職を江戸時代まで継承することとなった。そして、道真の名誉回復が早い時期に実現したのも、道真音量説だけでなく、亡き時平と忠平との確執が背景にあったと言われている。幼くして、聡明で知られ、父、元常が極楽寺を建てた時、忠平は、仏閣を建てるならばこの地しかありませんと一生、指さした。 そこの地層はまさに絶章の地だった。元常はこの時のことを心に留めたという、大鏡。また、第五天皇の頃、愛好、人相占い師が宮中に召された。弘明大使、後の須坂天皇を見て、要望日に過ぎたりと感じた。時平を見て、知恵が多すぎると感じた。菅原道真を見て、才能が高すぎると感じ、改善服のものはなかった。 ところが、下座にあった忠平を見て、愛好はこれを指さして、神式祭画を、すべてが良い。長く、朝廷に仕えて、栄高しを保つのはこの人であろうと絶賛し、打った法王はかねてから忠平を好んでいたが、この話を聞いて、ますますおもんじ、王女、源の順子をこうかせしめたという、ご自談。忠平はまた、寛大で慈愛が深かったので、 その死を惜しまぬものはなかったという映画物語。長儀、夕食古日について記した日記、定進後記がある。特に指示のない限り、苦行部員の記載による。日付は旧暦にて表す。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。